さんこんにちは、丸山くるみです。今日はキャンドゥでお買い物をしてきたので、こちらをご紹介していきたいと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。一つ目なんですけど、じゃん、こちらテーブルのバックハンガーなんですけど、テーブルに引っ掛けるだけでバッグとかをこうぶら下げることができるような便利そうなものを見つけました。カラーが黒と白があったんですけど、汚れとかが傷とかも目立ちにくいかなと思って、まずは黒を購入してみました。ここに滑り止めがついていて、テーブルにこうやって引っ掛けてここにバッグをぶら下げるんですけど、チェーンがついているので、ポーチとかバッグに入れるようなポーチにつけてもいいですし、バッグに引っ掛けて内側に見えないように入れてもいいですし、私は何かポーチの中にも入れ込もうと思っています。すっごくちっちゃくって薄いので、持ち運びがすごく便利で、カゴとかをバッグ入れにお使いくださいといただくんですけど、入らないこととかお買い物の後だったら結構あったりして、そういう時にこれがあると便利かなと思って持参しようかなと思います。はい、今ぶら下げてみたんですけど、例えば今日お買い物したこちらのキャンドゥの袋をかけてみたいと思います。かけて、かける、何の問題もなく引っかかりました。後ろの滑り止めのゴムが全然こう滑らないので、すごく安定してるかな。こういった特に分厚くないような普通の厚みのテーブルだったら問題なくかけれると思います。続いてご紹介するのはこちらです。珪藻土という、以前私も何回か動画でご紹介している、湿度が高い時は水気を吸い取ったり、あと乾燥気味の時は逆に放出するっていう優れもので、瓶に詰めたグラノーラの中とか、あと入浴剤の粉が湿気ないようにこういうものを入れているんですけど、そういった使い方をしようかなと思って追加で購入してみました。細長いものとかはスキンミルクとか粉のミルクとかに入れようかなと思っていて、こちらの大きいものはあのお風呂に置いている入浴剤のところにちょっと大きいのでこちらを入れようかなと思います。続いてご紹介するのはこちらです。こちらのサシェです。この透明の袋を取り外してクローゼットとかにかけておくと、この香りが広がるっていうもので、サシェっていうのは多分雑貨屋さんとかいろいろとお店に置いてあるんですけど、100円均一でこんなシンプルでおしゃれなデザインのサシェを見たのが初めてだったので購入してみました。薄い紫で香りもすごく甘い、スイートフラワーっていう香りかな、うん、私はクローゼットにかけて使おうかなと思っています。そして最後なんですけど、こちらです。ワイヤーのカゴ、ほぼほぼ、正方形ですね。正方形のカゴなんですけど、以前300円均一の3コインズでこういったちょっと大きめのカゴを購入して、これ今ずっと使っているんですけど、これの、半分ちょっとの大きさのワイヤーのバスケットを見つけて100円で購入しました。インテリアとして使うのにもいいかなと思うんですけど、多分収納として使うことになると思います。どちらもすごく値段的にはお安いと思うんですけど、私がこういうワイヤーのもの、バスケットとかがすごく好きなので、キャンドゥにもあって速攻購入を決めました。持っている感じどこもワイヤーも曲がったりもしないですし、使えるんじゃないかなと思います。以上で今回のキャンドゥの購入品紹介を終わりたいと思います。今回もいろんなキッチン用品だったり雑貨のようなサシェとか便利な
こういった新しく見つけた商品とかも購入してみたんですけど、また何か便利そうなものとかおしゃれなものを100均で見つけましたらご紹介していきたいと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。